ベルズオピオンまだですか。リュウです。さあ本日なんですが、セレクションボックスで追加されましたこの、侵略の反発感染というね、このカードを使っていきたいと思います。自分のフィールド上の全てのベルズモンスターはターン終了時までこのカード以外の魔法トラップカードの効果を受けないと。これね、書いてることめっちゃ強いっしょ。これ要するに、あの因果切断とか、サンダーブレイクとか天罰とか効かないんですよ。もうこれ打っちゃえばめっちゃ強いですよね。で、このカード、まあ、本当だったらそのベルズオピオンっていうモンスター出してサーチしてくるんですけど、ちょっとあのそれないんですよね。あの本当にコナミさんにお願いしたいのは、本当オピオンを早めにとあの出していただいて、オピオンで実装時期どんどん遅れると弱くなるんで、もう早く出してほしいなと思ってるんですけども、このカードを今回は、活躍させるためにベルズデッキ、組んできました。ベルズね、いろいろね、あの組み方っていうか、まあモンスターはいるんですけども、やっぱね、あのね、こいつでワンキルするしかないんだよね。ベルズデッキってやることこいつでワンキルする以外なんかあんまやることなくて、今ベルズ展開力もそんなねえし、なんかなっていうのがあって、で今回は、まあ一発やっちゃ一発やだけど、ベルズデッキでお仕置きよっていうデッキを、ね、組んできました。で、スキルね、ドローセンス闇じゃねえや、ドローセンス魔法罠っていうようにしていて、1000減ると魔法トラップを、ランダムでドローする。で、魔法トラップが3種類以上あると、適用されると。だから、このベルズデッキって一番辛いのって、やっぱり結局、魔法トラップなんですよ。魔法トラップで妨害されるってのが一番辛いんで、3種類、全部強い魔法にしました。局所、清掃、まあ、一番弱いね、こんなのがあったら。清掃、それから反発感染という。まあ、こっちかこっち引けたら、まあ、大体大丈夫かな、みたいな、感じ。で、一応一個だけ注意しないといけないのは、侵略の反発感染で、これ発動した段階でのフィールドにいるベルズにしか効果ないんで、後から出てきたベルズ、バハムートとかは守れないんですよ。だから相手がそのトラップを2枚とか持ってると結構つらかったりするね。そういうバグはあるんだけど、一応、まあ、局所みたいなもんなんで、実質速攻の方だしね。なので、これ引いてきて、安全に展開してベルズバハムートでワンキル取っていくっていう。で、ドローセンス魔法罠を発動するためにベイル、あ、しかもこいつレベル4なんで意外とね、あの相性良かったりするんで、レベル4モンスターが出せますから、こういうのとかね。はい、なので一応、こいつぶち込んでいると。防御だですね、唯一ので。出していくモンスター、このベルズバハムートは以前やりましたけど、まあ重いんですよ、コストが。ベルズと名の付いたレベル 4× モンスター2で作るっていう、まあ結構縛りもきついし、あと素材を使いつつ手札からベルズを捨てると相手のモンスターパクれるっていう。これね、手札から捨てるのはね結構重いんだけど、まあ、しょうがないよね。こいつくらいしかベルズマジでやることないから。一応ちなみにウサギちゃん、ラビットとか入れると一応出せるんですよ。ヘリオロープとかから出せるんですけども、ただね、やっぱね、コストがね、ちょっと手札からコストが欲しかったりするのと、あと先行やるとないっていうのもあって、まあ、今回はウサギちゃんじゃなくて普通にベルズデッキ、ベルズのモンスターたちだけを、組んで入れました。で、意外と強いんですよ、こういうのとかも。これとかはリバースで特殊召喚されたモンスター1体、まあ、デッキバウンスしたりとか、あとベルズフレイスは表側のカードを戻したりとかできるんで、なので、ね、割とね悪くないですよね、ベルズって。基本的に1体1体の性能は結構なんか NR 環境とかで活躍しそうなモンスターの効果してるんですけども、まあ、まあそんな感じで、ベルズデッキ、に重きを置いた、ベルズバハムート大活躍ジャイアンデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、先行はマジでやることないんですよ、このデッキ。なんでもう死なないことを祈ってエンドするしかないです、基本的に。なんだっけ、マジの怪獣やば。あいつがベイルがいると安心できるんですけど、ベイルまず3枚しか入ってないんでね。さあ、魔獣モンスターを、これ、まあ、オベリスクとかやば、出てくるとやばいよ。オベリスクとかが出てくると結構やばいね、もうね、対象取れないみたいな。あ、シンクロか、はい。あ、お馬さんじゃないですか。お馬さん、パカパカ来た。あばよ、あー、はいはいはい、そのパターンのデッキね。魔豪神獣ユニコールっていうね、これね、手札の枚数が相手と自分が同じだった場合、効果処理時全部の方が止めるっていう。あ、来た、やったぜ。ビビったなお前、相手ちゃんとターンは見た方がいいぜ。これね、先行速攻ターンエンドすると
相手意外と、あ、俺であの初手か先行かと思って殴ってこないっていうの結構あるんですよね結構あるんですよ。さあカステル召喚して、さあベルズ、バハムート行っちゃっていいか。ベルズバハムート特殊召喚するぞ。さあお馬さん、お馬泥棒するぞ。今から馬泥棒するぞ。ベルズバハムート、さあベルズバハムートのモンスター効果発動するぜ。ベルズバハムートのモンスター効果オーバーレイユニットを一つ使い、手札からベルズモンスターを一体墓地に送ることによって、てめえのモンスターをパクることができる。サンダーブレイクバカめ、くらえ、これが最強魔法侵略の反発感染。ベルズモンスターはこのターン全ての魔法トラップカードの効果を受けない。シャークリボールケアまでしていく、最強対戦ありがとうございました。さあお相手の方、イザヨイアキ選手よろしくお願いします。さあ光の円君、ライデンいいだろう。いや強いですね、今のところの動きは強そう。さあライデン召喚効果、はい。さあただ蘇生する札がないと、あ弱い、オッケー、そんなに強くない、でもレビューにはきつい。これパクったらワンキルできんじゃねえ、これ札ないもんね、防御だ。これパクったらワンキルでは、あれパクったらワンキルでは、でマンドラゴ特殊でケルキオン召喚でパクリマでしょ。おい伸びた、野球しようぜ。おい伸びた、ベルズバハムートの効果を発動、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ対戦ガナカル、マジかマジかよ、調子乗ってジャイアンのモノマネまでしたのに。クリボロッケ、あ重要だ。でもあれだよね、これバハムートでさパクったモンスター永続的にコントロールいるからさ、それはそれ強いんだよねこれ。さあ相手困ってんぞこれ、ライデンいねえから、おひさけんでルミナスとか引いても無理じゃねえかみたいなね。ルミナス入ってないと思うけど、さすがに。さあトリッピーかライゴーかレビオニアがなんか出されるの結構きついですよ。さあ、ライデン召喚いいですよ。さあライゴー流落ちた、で雷獣流効果、はい。で雷合流回収、なるほど、あー出される、なるほど龍一、あーでこれあれか、コピーは、コピーして、雷鳥流サンダードラゴン効果をコピーして、あーなるほど、トレミスかな、トレミスっぽいな、トレミスでバウンス入る、雷合流で死ぬよ俺これ、死ぬ、死にます俺これ。1000、2800、2800、2800、1000、なんか手札から誘発できる、なんだっけ、サンドラゴンカードがなければ多分いけるな、あいけるわ、大丈夫だ、耐えた、オッケー、残りライフ200 いやこれでもいけるぞ、これ頑張ればいけるぞ、これワンチャンあるぞ、これデッキトップベルズモンスターやったら勝てるぞ。ちょっとただマジでガチでガチでガチで頼む頼む、マジマジベルズモンスター頼む。おお来た、ケルキオン召喚、ベルズケルキオンの効果、墓地のベルズモンスターをゲームから除外し、ベルズカストルを手札に加える、そしてこっちか、ベルズケルキオンの効果、ベルズカストルを召喚、そしてレベル4が2体来るぞユーマ、俺は2体のベルズモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシェンス召喚、ベルズバーハムート、そしてベルズバーハムートの効果、オーバーレイネットを1つ使い、手札を1枚捨てることによってお前のモンスターをパクることができる、これがスーパージャイアンデッキ対戦、ありがとうございました。反発感染どこ行った。さあお相手の方は海馬瀬戸、普通の瀬戸くんは珍しいですねこれ、スキルなんだろう、もういっか、なんでもいいや、
ベルズアザトホースっていうモンスター結構強いんですよ、これ。これなんかあのぐちゃぐちゃになってるんだけど、いろんなベルズモンスターが無の煉獄やわ。あのね、意外とね、これバウンス、デッキバウンスっていう子結構強くて、ミスラ、これなんだ、UA か。ミスラ、ほう。粉砕 UA みたいな。デッキか？何やこれ。リリース。誰やお前。誰やお前。ライトニングギア、合流。知らな。この方法で、紹介したこのモンスターは、このカードはエンドフェーズに墓地を送られる、このカードが守備表示モンスター、え